久保正明は、日本の文学者。君等は、随法、重光明。学位は、文学修士。東京大学名誉教授、東北芸術工科大学名誉教授、日本学士院会員。東京大学教養学部助手、成蹊大学文学部助教授、東京大学教養学部助教授、東京大学文学部教授、東京大学文学部,学,文学,部,学,文学,部学部長。 東北芸術工科大学学長、日本学士院委員長、一般社団法人学士会理事長などを歴任した。広島県出身の西洋古典学を専攻する研究者である。太平洋戦争後、ハーバード大学を卒業した。東京大学の大学院修士課程を修了し、東京大学や整形大学で教弁を取った。東京大学の文学部では学部長に就任し、 新設された東北芸術工科大学では学長に就任するなど、養殖を歴任した。日本学士委員会員にも選任され、後に委員長に就任した。また、学士会の理事長も務めた。広島県出身。18歳で日本の整形高校を中退し、単身アメリカに渡り、フィリップスイコールアカデミーに編入する。1953年。 ハーバード大学卒業、1957年、東京大学大学院人文科学研究科修士、課程修了。1959年東京大学教養学部助手。1965年、成蹊大学文学部助教授。1967年、東京大学教養学部助教授。1975年に、文学部教授、文学部長。 1991年退官し、名誉教授、東北芸術工科大学初代学長、名誉教授。2004年に、随法、重光明を受賞。1992年12月に、日本学士委員会員に専任、人文科学部門の第一部長、幹事を経て、2007年10月に、第24代委員長に就任。2013年任期満了し退任。 2014年7月に松尾荒野の公認で学士会理事長に就いた。なお、日本学士院第一部長在任中に皇室転範に関する有識者会議メンバーも務めた。また2000年6月から1年間、日本西洋古典学会委員長に岡道夫の後を受け継いでいた。ハーバード大学出身で帰国後に五後一の弟子となり30代で、 スキュディデスを全訳した。文庫下観後書きに将来は解約版を出したいと記したが、他の研究著述、公務等のため半世紀以上を経ても果たせていない。なお2008年10月に、築地です、戦史を読むを岩波市民セミナーで行っている。西洋古典学、ホメーロス研究、古代ギリシア悲劇の翻訳研究を行っている。日本における、 西洋古典学の第一人者である、編著、ありがとうございます。